2時になってたんだけど、まあなんとか塗ってきます。なんかやる気が起きません。まあいろいろ、車の車検も一回落ちちゃったし、車がどうやらまあ寿命が来てるようだし、ボイラーの工事の日程だったり、あとは、あとは水道管かな。まあこれ関係ないんだけど、一時側って言って引き込み、涼水系よりも向こう側、水道局の管轄だからまあいいんだけど、そこら辺で水がなんか詰まってるんだって。俺んちに引き込んでるパイプが、あの空き家の期間長かったから。でそのせいもあって水道管直しても、あの水の勢いが出ないんだって。はい、っていうのを知りました。まあいろいろ立て込んでくるし、まあだいたい車の修理費用も10万から15万かかっちゃうらしいし、ボイラーで17万5千出るし、いや金ばっかり出てね、どうもこもないわっていう、なんか若干うつ気味な状態ですが、まあやっていきましょう。はい、伊豆です。で今日はまあ相変わらずですよ。まあ相変わらずこういう動画というか、まあ絵が続きます。まあそうだね、まあ絵を見ながら絵とは関係のないことを喋っていくみたいな感じになります。まあですね、これは、風除室の柱ですね。で一番使えそうな材です。まあ釘が刺さってるんですけど、青いペンキをサンダーで落としたやつですね。でやっぱペンキ塗るとすごい持ちっていいんですね、材って。なのでまあこの動画を撮った2日後、3日後くらいに、もう土砂降りの雨の予報が出てました。なので、もうそれまでには、もうちょっとこれ、最悪濡れてもいいように、これは何だったっけな、シロアリ用の茶色いペンキですね。名前が出てこない。まあ、あれっすよ、床下の根だとか、大引きとかに塗る シロアリを避ける、まあ、あれっすよ。で、名前出てこないな。まあ、茶色いやつで、あれ塗ると確かにね、全然違うんですよね。まあ、木の木目もちゃんと生かされるっていうか、すごい綺麗に見えるし、まあ、すごく、なんつうんだろう、見栄えが良くなるんですね。まあ、10倍速でめちゃくちゃこう速くてわからないんですけど、でやっぱりその木材にちゃんと材に塗る、そういう、なんだろう、ニスでも、まあ、忘れた、ペンキを塗る前に、ペンキの付きが良くする、ニスみたいなやつですね、壁を、シーリングだっけな、違う、壁、砂壁になんか吹き付けたやつがあるんだ。あるんだけども、シーリングじゃないな。シーラーだ。シーラーですね。まあ、あれを塗ってもよかったんですけど、で、いかんせんシーラーは切らしてたんで、もう直で塗りました。やっぱりサンダーで多少、削ってただけあって、ものすごい、色のつきが良かったですね。で、まあ、これちなみに去年の余った塗料で、まだまだ余ってるんですよ。あ、クレオパワーだ。クレオパワーを塗ってます、これ。で、まあ、これの上に残ってるアイボリーかな。アイボリーのペンキを、まあ、さらに塗って、ウッドデッキのネタにしようかな、なんて思ってます。はい。で、まあまあ、これもまた善というか単調な作業ですよね。でもまあこればっかりは早く済ませないとどうもこうもなんなかったんですよね。やっぱり雨に一回濡れちゃうとダメだし、ペンキの付きがいいんですよ、サンダーで削ってる分。っていうことは雨水にさらされたら水も含んじゃうってことなんで、まあそれはそれでさっさと塗らなくちゃいけないっていう焦りですよね。
まあ、あとは今年こそね、このシェアハウス、その後もリプレイスはオープンしないとバカバカしいですよね。家買って出稼ぎに行って、出稼ぎに行ってる間に、まあ、家が傷んで、まあ、多分住めなくなって、だったら何のために出稼ぎしてるのかってさ、わかんないじゃん。だからこれはね、やっぱり、なんだろう、家だったとしても倉庫と変わんないから、やっぱりここは家買って3年目かな。2020年に買ったんだけど、2020年の年越して、2021年、2022年、まあ3年目か。だから、それだったら、家買わなくてもよかったんじゃねえのっていうのは正直あるんですよ。で、やっぱりシェアハウスやりたいと思ったからこそ、買った家です。でもまあ、買ってから後悔したことの方が多いですね。まあ、全然動画と関係ないこと喋りますけど、今、動画のこのナレーションですね。動画編集してる日が、4月22です。で、まあ、こっちに来て20日間足らずで、まあ、60万出てます、金が。20日足らずで給料の3ヶ月分金を出してるっていうのは、これどうなのっていう話ですね。まあ、これもこれで面白いかなって思います。まあ、だら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 節約するよりかは、やっぱり目指したものに対してお金出して、まあ、必要なものがあるんだけど、その必要なものの使い方がわからないとか、そういうものがあるんで、まあ、勉強かなって感じです。だって、まあ、僕は20代の頃なんて、月6万で家賃3万5千の家に住んでて、まあ、仕事から帰ったらね、息だけしてましたからね、冬眠中のカエルみたいに。だからそれも生きてる意味ないなと思ったんですよ。まあこれもこれでどうなのって思いますけど、まあ楽しいっすよ、マジで。だから早くオープンしてからが、この出費の、とか今までやってきたこの意味がわかるので、それまでの辛抱ですね。はい。じゃあこれで、まあすげえ雑に塗りましたね。まあどうせ廃材だし、その潰れてもいいようなところに使います。まあどこに使うかって言ったら外ですね。中じゃなくて、ちょうどあそこ玄関の向こうにウッドデッキ作るんで、そのウッドデッキの値段じゃない、大引きに なればいいかなって感じです。はい。じゃあまあこんな感じで次移りますか。はい。で、まあ、こんな感じで、毎日心が折れながらも頑張ってます。特にボイラーの17万5000円、心折れました。バイバイ。